どうも、ピヨキングです。今日はこのコースやってきます。トロール、フィッシュグリープアップはウォーターフォール。魚は滝を登るということですね。で、説明文に、鯉が滝を登り切ると竜になると言われています。そうです。今年の干支になるんです。バージョン2。これ、トビウオだよそんな細かいことはどうだっていいんだよ。確か鯉が滝を登る姿が竜みたいに見えるからそうやって言われてんだったっけな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.05%。 いや最近さ、ずっとバグコースの連続だったから今日は普通のコースであってほしいな。もう僕の脳もバグっちゃうぜ。やっぱやめていいかな情報量が多くない？どっから行けばいいんだよ。左は特に何もない。じゃあハテナを叩いてみようか。もういやだ絶対バグコーチじゃんこんなの。何これ、噴水みたいになってんじゃん。右は、右には行けそうにないか。開幕噴水。最近ヒロアカにハマっててさ、やっぱりかっこいいよねオールマイト。僕もなんかの個性欲しいなって思うんですけど、何がいいかな。もう大丈夫だトゲピン少年、私が来た。トゲピン少年、ワンフォアボール。僕はヒーローに向いてないのかもしれないそこでトゲビンやっちゃうしさ。このハテナはコインか。コイン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 。コインがもうヴィランなんだよな。このコインをどうにかしないと僕はヒーローに。どうもヴィラキングで、今日はヒーローを仕留めに行くぜ。見てろよ全国の子供たち、悪党の方がヒーローより強いっていうところを見せてやるぜ。どこにいるヒーローが、右おしっぱか、右おしっぱでいいのか。ヒーロー姿を見せろもうお前がヒーローだよ。上にドアかなんかあとかな、それとも降りた瞬間右押しっぱ行くみたいな。あ、ドアはなさそうだね。じゃあここで右押しっぱ。オッケーオッケー。もう全ての罠のここだけ見切ったぜ。下に捕まっておく。さあこれから左に流されちゃうんだよな。だから泳いで行けっていう感じだと思うんだけど、あ、なんかオンオフが発動したね。それで右に進めるようになりました。さあ土管に入っていこうか。もうドス絶対襲ってくる。何もしないでね、ドス。下は見ないね。大丈夫だ。じゃあオンオフはしてみようか。そしたらキノコここに来るんやないと思いますよ。ドメスティックバイオレンス。実はこの制作者、モノクソさんっていう方はめちゃめちゃ好きな方なんですよ。ただやられるだけじゃなくって、進みやすいのはもちろん、トロールコースの面白みを全面に出してくれてるからめちゃめちゃ楽しいんですよやってて。さあ上にオンオフがあるけど、下のオンオフをしろということか。じゃあオンオフをしようか。いや絶対何か来るって。なんかおかしくない、ここ。右これ以上行けないけどまあいいや、オンオフをした瞬間左かしら。はいよ。この人はね、無機物の扱いが上手かったような気するんだよな。じゃあここでスピンジャンプして逃げていく。さあここで無機物は壊れてしまった。あ、今度は上のオンオフをしろっていうことか。バグってない？大丈夫、バグってんじゃないよ何よこれ。じゃあオンオフしたらどうなるの次。何もしないよ。キノコキノコ、金庫くらい取らせてよーし。カキは？キノコよりもカキが欲しいよ僕は。下に行けってことかな。なら吐き出せ。まあ仕方ないことだと思いますよ。こんなにキノコが出てきたらね、誰でも取ってしまう衝動に駆られるもんさ。だから私は正常だ。そう、私は正常だ、正常だ。誰も私に歯向かうなお前来んなって。その魚引っかかっても超魚とか絶対言わねえから超魚だ。本当に最高だねこの人のコース。もうね、引っ掛け方がめちゃめちゃ楽しいんだよな。引っかかってもすごい面白いの。さあ右上に逃げとこうか。ここまで来れば魚は来れないよな。でオンオフをもう一回してみようか。あ、今度なんかバグってる感じなくなってる。じゃあオンオフをします。そして鍵は、鍵が手に入った。さあ早くオープンでよし、中間、中間来た。よっほほほほなになにここは、雪見の大福を製造してる工場かな。ごめんね、今ちょっと噛んだ。これは、え、なにこの壊れてる感じ、乗れんのかな。いや絶対乗れないよね。あそんなのわかるか。こんなん絶対引っかかるって。上に針が隠してんのかな。じゃあ下から行けんのか。絶対落ちんなよ。行けるんかい。そこは落ちてほしかったな実況者として。じゃあこのメッタ持ちいいの、投げるんであったね。もう投げる以外ないよな。ガポンじゃないんだよ。いや前回のトロールコースもすごかったんだけど、このコースもマジで半端ないね。じゃあ先進んでってみようか。そしてここで投げてみようかもう
なんでもいいや。いや待てよ、もしかしてカポーンは合ってたんじゃないかな。カポーン C のこっから右に進む。ああ、なるほど、そういうことだったのか。いや、てっきりさっき引っかかったと思ってやり直してしまったけど、中間じゃん。チェックポイントに、うわ怪しい、こんなに早くね、チェックポイントにくれると思わねえな。もういいや、右ダッシュしていこうか。右ダッシュ、なんでだよ。マリーよ、どこやった。さっきの中間ポイント2っていうのは取れないように作られてると思うんだよな。僕ね、ああいうバグ何回か作ったことがあるからさ、だからこっから何か変わったらみたいな、絶対そんな感じだと思うよ。ピンクコインもさ、全部集めてしまったしね。まあさっきと同じ風に言ってみようか。ちょ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 、めっちゃ落ち着けピオキング、ここで投げればいいだけさ。ちょ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 、いやいいか、これを持ってかぶって先に進んじゃおう。ゴリ押し。あれ、今度上の赤いブロックなくならないね。じゃあこっちに行け。うわー、こういうルートか。なるほど、さっきと違うパターンだね。さあここで上のオンを押していく。この反対車か。やっぱりルート変わってましたね。ならあの中間ポイントには取れないのかな。まあこのコース自体はね、そんなに長くないとは思うんだけど。ガーボン、何をしてくる。風船を取るか。もう取る以外ないよな。取って下に進む。ガーボン、お前は敵を出してくれ。頼む、敵を出してくれ。敵を。何見てんだよ。分かったぜ、ガボンを倒した後に風船を取っていくぜ。これで先に進めるぜ。あのつららさえも超えていくぜ。さあ行くぜマリオさん。もう無理やりすぎるぜ。でもゴミに絶対に杖をつけていくぜ。ルールだぜ。さあツタを超えていくぜ。ああ中間ポイントだぜ。やめてくれぜ、ここまで来たのにそれはないぜ。ほんとに中間ポイントゼロかいぜ。人をバカにするのも大概せんかぜ。もうね、疲れちゃった。ここんとこ連続でさ、バグ投稿ばっかりでさ、もう頭狂っちゃいそうですよ。次こそ絶対に左の土管に入ってみせるぜ。二段構えでも三段構えでも来るがいいさ。やめろー、バグに散らかしてんじゃないよ。そんなんでマウントを取ってもらっちゃ困りますね。どっちがバグってるか勝負しようじゃないか。テンピッペテンピッペッポーイッピーウッパーウッパーポーピー。壊れるなんてお互いやめにしましょうよ。正々堂々と行きませんかね。そっちの方がみんな見よってて気持ちいいと思うんですよ。ビーバーブリッピーベンデレンデー。床に登れませんね。この動画を後々編集しながら見る僕は自分自身でどう思うんだろうな。これどうすんの。右行くんじゃないの、左ってすぐ右行くみたいな、それ以外考えられないよな。早く早く、いや、変わんないの、いつ変わんのよ。ここで右か。あれ変わんないね。じゃあどうすんの。あ、ここでミーンを作り直そうかな。一番左に行った瞬間すぐ右に行く。これで間に合うんだ。さあオンオフをしたらどうなる。多分チタかなんか出てくる以外ないと思うんだよな。そっち、じゃあ行こうか。もう今度は何もすんなよ。オッケーオッケー。でこれは鉄球以外にありえない。そうだよな。あっあっ、ボールオーバー。そろそろ中間にかゴールあってくれてもいいんでねえの。さあこのボールをかわす。で上から行くしかないのか。上行って右を進化するよ。右右右右。口紅植物が。頼むって、普通に鍵ドア入らせてよ。じゃあすぐ右に行けばいいのね。いやー、みんなかけてもいいね。次は絶対に入る。この上からだったらいけるよな。さあ鍵を取って、鍵ドア。中間にゴールゴールさせてくれんのかな。すごく気になる。これ上から叩く、下から叩く、下からだ。叩けない。なるほど、こういう感じで。じゃあこれは絶対ゴールできたんじゃないの。さあどこ行ってんだよ。モノクサ、これ右からはゴールできないよな、きっと。やっぱりできないか。モノクサ君、この動画を見てるかい。今度僕と二人で反省会をしようじゃないか。もう少しピオキングに優しくというお題でな。右を進歩。もしかして下から行けるみたいな。やっぱりそういうこともねえか。だからこっからしゃがんで左押して、こっから右押しっぱ。大敗せよ。いやマジでわかんねえ、ここ早めに右押しっぱしたら針の方に行っちゃうしさ。じゃあ何もしない、そして上に行った瞬間右押しっぱしてみようか。これ全然危ねえ。
いや、これでいいんじゃない。じゃあちょっと左して右、やったさ。いや、本当に最高のバグトロールコースでしたね。すげえ楽しいコース、ありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、1の1スピードラン。タイトルの通り、あの1の1をスピードラン風に作ったみたいですね。で、このアラブさんっていう制作者さんなんだけど、僕がまだチャンネル登録者数1000人ぐらいの頃かな、そん時から知ってくれてる方なんですよ。いや、嬉しいよね。チャンネル登録者数が少ないとなかなかね、見ようって思ってくれる方少ないと思うんだけど、そん頃からコース提供とかもしてくれてて、まあ僕の恩師みたいな方ですね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.19%。 アンコロは再生数が何十とかで100いけばいい方でしたね。そう考えると今は何万とかじゃん。震えるよ。さあ10コインを5枚取ってからゴール、しゃがむぐらいせえ。いや、僕ね、あんまりスピランやらないから、ピオキングはスピラン得意じゃないんだろうなって思う方結構いると思います。その逆だよ、僕は意外とスピラン得意なんで、得意だからこそあまりしなかったんで、得意だったらあんまり取れたかがないからさ、ここはしゃぎゃー。スピランをやってる時に一番言われるコメント、落ち着け、落ち着いてられるかってんだ。だからこそスピードランなんだよ、常に走り続けてんだよ。トークボー、こんなこと言ってすいません。オッケーオッケー、さっき引っかかったところ、これはさ、もうすぐゴールができるんじゃないの。ここでジャーンプ、ちょ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 こたっと。これがスピランだね。これ難易度とかもめっちゃちょうどいいよね。しかも1の1の感じもしっかりと原作通り作ってるみたいだしさ、いやマジですごいよね。ここまでちゃんと作りつつスピードラン風にするっていうのはマジで脱帽もんですよ。脱帽しながら走ってないですけどね。さあ、もうすぐさっきやられた場所、ここはちょっとジャンプすればよかったんだ。そうだろ、やったー。いや、いつもの1の1とは違った感じですごく楽しめましたね。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ30秒チャレンジ P バネタワー。説明文にタワーは残り9秒の地点でバネだけになってなければなりませんって書いてるんですよ。ってことはサムネに載ってる P とバネが一直線に重なってるやつがあるでしょ、あの P だけを全部踏まなきゃいけないっていうコースなんじゃないかな。いや、これはさ、タスジャン系だと思うんだけど、クリア率が結構高いんだよね。普通にかなり難しいと思うんだけどな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.31%。まあどんくらい高いかが問題ですよ。そんなに高くなければちゃちゃとクリアしていやんでよ。噛むなって。さあ始まった、時間は30秒、だからこの P スイッチを30秒以内に全部踏めと、そういうコースですね。もうバネ邪魔すんなって、まあ、バネが邪魔してくるのは分かってましたけど、このピいや、むずいむずマジで、このバネが邪魔なんだよな。もう一気にドドドンで踏めないのこれ、ドドンで踏んで一個一個しか踏めないのこれ。それだったら結構難しいんじゃない。時間どのちょめ、残り何秒、残り3秒しかない、頼むって。もうバネフューチャリングピュー、うまくいけばドドドンっていけるような気するんだよな。それとも、あ、これ一個一個しなくていいのか、ドドドンっていけることできたよ。だからここでもドドドン、よしで、ここでもドドドン、いドドドン、いドドドン、いドドドン、全然踏めない。残り9秒時点で B を全部なくさないけないんじゃって書いてたから、これはもう間に合わないでしょ。じゃあさっさやり直せ。バネっていうのが難しいんだよな。ちょっとでも当たっちゃうと左に飛ばされるからさ、そうならないように左上ギリギリに乗る必要がある。これがマジでめちゃめちゃ難しいのよ。あ、これもさ、一個ずついっていいんじゃない。最終的に9秒余っちょけばいいだけの話だよな。残り何秒、残り12秒、頼む、いき、ただもう頂上が見えてきた。そんなに長くないぞこのコース。今上行けそうじゃなかった、あれ、これ上行ける感じですか。これ上行けたらめっちゃ簡単じゃない。ここで B ちゃんをかまして、あ、行けちゃった。こんなんでゴールしていいのか。まあまあ、これも攻略法だよな。やったなんかズルルート見つけた感じですけど、すげえ楽しいコースでした。ありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございます。ちょっと待った、僕ならズルなしでクリアしてみせますよ。最初にタスジャンさえ成功できた、これさえ成功できたらね、あとは一個ずつね、簡単にクリアできると思うんだよな。さあ、残り何個あってもいいよ、ピースイッチ、もう未来はね、勝ちっていうのは見えてんだ。残り何秒、14秒。さあ残り10、やべえ、やっ、ああ、いや、これいけるか、君行ってくれ、頼む、神様、僕に時間をくれ。まあ今のは
取れ高を作ったみたいなもんですよ。あ、これは言ったでしょ、さすがに2回足すじゃん、成功したんだよ、絶対言ったと思う。残り20秒もある。いや、これはもう慎重にいこう。残り15秒もあったら絶対にクリアできると思います。いや、最高に面白いコースだったね。これが一発マリオ名人だ。